こんにちは。アマゾイ室サポーター、堀秀夫です。今日はね、えー、日本の常識は世界の非常識と、逆に世界の常識は日本の非常識ということでね、まあ、遅刻に文句を言ってはいけないという記事を以前、えー、アップしてあるんですけど、まあ、それを象徴するような、ね、象徴するようになっいうか、そこまでのもんじゃ、まあ確かにね、ちょっと数日、えー、遅れたぐらいで文句言っても、何言ってんのこの人と。 なるのはやむを得ないというようなね、えー、出来事があったんでシェアします、まあ。オーストラリアの時間感覚なんですけど、このね、スタートセリンゴン、えー、アマゾンズ、えー、アカウント登録おめでとうございますみたいなね、販売開始しましょうっていう、えー、通知がメールで届きました。ね、でこれ何でしょうかというね、えー、質問が会員さんから来たんですけど、 実は、ね、この会員さん、アカウント作成したのは半年前なんですが、アカウント登録おめでとうございますのメールでしょうかと。ね。まあ、普通に考えたら不思議ですよね。なんで半年経って、このアカウント登録おめでとうございますと。しかももうね、商品も何度も納品してるわけですから、販売始めましょうっていう状況じゃないわけですよね。販売してるわけです。 まあただ、ね、まあ、どっから読んでもその文面、ね。そうです。すごいタイムラグですね。わかりました。ありがとうございます。びっくりです。ということでね。まあ、びっくりです。というので、軽く収まったんですけど、まあ、実はこの会員さんはね、えー、海外にいらっしゃる方なんで、まあ、そういうこともあるかなと、ねえー、受け入れる、えー、幅が広い。日本人などどういうつもりでこれを送っていくんだろうとかね。なんでこんなのが今頃来るんだとか、なんか原因を知りたくなっちゃうところですけど、 特にね、原因は予測はできますけど、まあ、アマゾンに聞いたところでね、えー、わからんと、そんなの気にしてどうすんのお前っていう返事が返ってくるだけです。まあ、システムでね、えー、登録後何日っていう日付を何時間と何日あるいはね、何日と何ヶ月を間違えて入力したのか、まあ、あるいはね、たまたま何らかの問題があったのか。 あるいは登録した人をなんかチェックしてね、この挨拶文を送るのを忘れててあ、送ってないじゃんって言って何の考えもなしに半年後に送ったのか。まあいろんな可能性はありますけど、一つ言えてんのはね、こういうことはよくあると。で、原因探っても本当の理由はわかんないというのはね、共通してます。だからね、この時間軸、半年後にね、講座解説おめでとうございますって来ることもあるわけですから、まあ、 遅れて48時間で受け取り完了じゃないのかとかね、いろいろうるさく言うことが、いかに、ね、相手に理解されないことか、えー、いうことがわかります。まあ、Amazon に、ね、これはいくらなんでもひどいから、もうあの質問しなきゃという場合はね、必ず私にご相談ください。いやいや、気持ちはわかるけど質問しない方がいいよと。いや、その書き方で書いちゃまずいよということは多々ありますんでね。えー 海外では遅刻を責めちゃいけない。まあ、オーストラリアでは遅刻を責めちゃいけない。そして、えー、こういうね、えー、講座登録が半年後にシャーシャーとね、えー、講座登録おめでとうございますというメールも来るぐらいなんで、まあ、そのね、えー、数日とかの遅れは、えー、あえて、あえてというかね、騒ぎ立てるほどのもんでもないということをね、分、えー、かっていただきやすいかなと思いまして、講座登録半年後の講座登録おめでとう の事例を紹介させていたただきましたオーストラリアの時間軸は日本とは全く違います。というか世界の中で日本のその時間軸とかね、時間を守るとかいう感覚はね、突出して、えー、正確である。あるいはね、まあ、普通に考えたらそこまで守ってどうすんのと、ね、何がやりたいのというぐらいね、理解不能な感覚なんで、まあ、日本の感覚で普通に時間に関することで文句を言ってはいけません。 以上、アマゾエスサポーター堀秀夫でした。